鈴木浩二のパワートーク。皆さんこんにちは、小説家の鈴木浩二です。専門家による解説編、23年バージョンです。早速行ってみましょう。あ、そうですね、カーボンニュートラルとか、ネットゼロとか言いますが、これ、実質的にですね、人々、我々のその活動から出てくる二酸化炭素の排出量を限りなく、ゼロに近づけようということですね。もう完全なゼロになるということはなかなか難しいんですけれども、まずそういう考え方、目標です。で、我々の活動っていうのはですね、大きく分けて3つあると思います。1つはですね、先ほど話題にしてます発電ですね。発電が非常に割合が大きくて、30% から 40% ぐらい発電から出てきてるっていうふうに、現状でですね、二酸化炭素が排出されてるっていうふうに言われています、全世界でですね。で、次がその運輸ですね、自動車、トラック、その他重機などですね、これは今乗用車に見られるように、あるいはバスとかでですね、 EV 化が非常に進められていますけれども、これもその今は直接、ガソリンとか重油を使ってるケースが多いので、そうするとそこから直接 CO2 が出てくるっていう、この運輸部門での排出量を下げると。あとはですね、産業ですね、工場等から出てくる CO2 があります。産業部門、生産部門から出てくる CO2 も限りなくゼロに近づけていこうと、こういう考え方です。ですから、完全にゼロにするのはなかなか難しいにしても、実質上ゼロと見なせるような状況に持っていこうというのがネットゼロ、あるいは、ゼロカーボンという考え方です。そうですね、かなり今、急激にと言いましょうか、ある意味無理を強いるような形で二酸化炭素の排出量をどんどん減らしていこうというふうに世界が向かっている。それが、なんて言うんですかね、やりすぎじゃないかという、意見もあるかと思いますが、今我々の共通認識は、この二酸化炭素が主であるとされるその温暖化ガスですね、これがその大気中にじわじわとこう増えていってるっていう、そういう認識に立っています。それがその温暖化をもたらしていると。で、そのことによって、気象が変化していく、だから気候変動ですね、起こしている。そのことによって、例えばその食物、穀物、食料の生産が脅かせる、とかですね、あるいはその、海水面が上昇するなどして、住める場所が狭まっていくとか、いろんなその、危機の要素に結びついていると。二酸化炭素の排出量が急激に増えていってるということですね。だからそれを抑えようとするのは、人類のこれ今後の生存に関わると。それもそんなに悠長なことではなくてですね、今すぐ最大限できることをしないと間に合わなくなるのではないかという、そういう見方、考え方ですね。そういう考え方に今のヨーロッパはじめ、主な国々は、日本を含むですね、主な国々はそういう立場に立っていますので、そのことに関してはより大きなその、危機といいましょうか、を考えると、その二酸化炭素の排出量を一つの、分かりやすい目標としてですね、減らしていくっていうのが人類のというか世界の趨勢になっているというふうに考えていいのではないでしょうか。
ですね、まあ、地球温暖化対策はこれはそのどういうんですか、まあ、人類共通の課題なので、まあ、これは取り組んでいかなきゃいけないと思いますね。ただその今ですね、このネットゼロに向かってる国々っていうのは、まあ、主にヨーロッパ諸国ですね。それから、まあ、アメリカも今のバイデン政権はそちらだし、かつてのトランプ政権の時は必ずしもそうじゃなかったですよね。で、中国、インド、これも産業が非常に今急速に発達していて、まあご存知のようにですね。で、しかもその二酸化炭素の排出量が非常に大きい大国ですよね。ロシアもそうですね。で、日本もそれになっている。ただその、まあ、割合トータルからすると割合は低いんでしょうけれども、そのいわゆる発展途上国ですね、まあ、中国とかインドとかを除いたその、まあ、他のその途上国の国々はですね、多分そのまだ二酸化炭素を排出するような電源あるいは車運輸手段に頼らざるを得ないところがあると思うんですよね。そこも含めて、ネットゼロにするっていうのは、これなかなかその南北問題にも絡んできますのでね、難しいところがあると思うんですよ。ですからその、まあ、ヨーロッパはじめ、まあ、我が国日本も含めてですね、割とそのこの CO2 削減っていうのは、まあ、知恵とその基づいた新しい技術イノベーションですねと同時にお金もかかるんですよ。ここがミソなので、かなり その日本も、GX 会議で相当額をそのこのネットゼロに向けてですね、政府だけでなく産業界も一体となって、予算をつぎ込むような話になってますが、だからそれある意味豊かな国じゃないとできないようなことかもしれないですよね。そうなるとその枠組みを本当に全世界の、まあ、そのいわゆるまだ中国とかインドとかなくって発展途上にある他の国々までですね、そこに、その枠組みをはめられるかというと結構難しいところがあると思います。まあ、それに加えてその CO2 だけを悪者にしていいのかという話もあります。まあ、もっと言えばですね、その本当に温暖化しているのかどうかっていう話は、これは議論がまだまだ余地があるところですね。あとですね、例えばその日本を含めてですね、その先ほど言いましたように電力部門だけじゃなくって運輸部門、それから産業部門に関しても二酸化炭素の排出量をゼロに近づけていこうとすると、そうするとですね、例えばその車もそうですけれども、産業問題と製鉄をどうするのかっていうのは非常に大きな問題になってきます。で、製鉄の熱を作るのに、今はまあその化石燃料、まあ、コークスとか使ってるわけですけれども、それ水素でやろうとしてるんですよね。水素を還元剤にしてやろうとしてる。で、大量の水素が必要になるわけなんですね。で、何でもそうなんですけれども、やり始めた頃まだその物量が少ない時は大した問題にならないんですけど、何でもですね、太陽光パネルもそうじゃないですか。今日本全国2億枚ありますけれども、そうすると環境問題とかですね、その土地の売買の問題とかいろんな問題が発生してきますよね。だから大規模になると原子力発電所もそうですよ、何かで問題が発生するんですね。これが多分宿命だと思うんですよ。で、私が言いたかったことは、その水素代のところが、まあ、水素燃料の車とかですね、もうすでにその日本でも、水素を使ったバスとか売ってますし、乗用車も水素を使う乗用車が発売されてます。
でこれからその産業部門で大量の水素が必要になってくるんですが、水素がこれからどんどん増えていくと、また水素にまつわる新しい問題が発生してくる可能性ありますよね。今は見えてないけれども、何でもその量を増やして大規模にやり始めると、それまで見えてなかった問題が出てくるんですよね。まあ、そういうことにも取り組んでいかなきゃいけないのではないかということは、ちょっとこう頭の隅に置いておいた方がいいと思います。それは私の一つの見方です。